こんばんは、テレビ東京の佐久間信幸です。乃木坂46の斉藤飛鳥さん、山下水木さん、梅沢美奈美さん、お疲れ様でした。2020年9月16日水曜日、この時間は私、テレビ東京の佐久間信幸が日本放送からお送りしてまいります。映像研には手を出すのはめちゃくちゃ楽しみだなっていうのがあって、もともと原作がすごい好きなのね。で、原作が好きで、実は漫画の、その原作の3巻かな帯俺書いてんのよ。あ、2巻かなうん。 その、そう、これ、これだけすげえ自慢なんだけど、<laughs> あの、全然ブレイクする前に頼まれて、めちゃくちゃ面白いから引き受けて、そしたらこんなにブレイクして、いろんな人が面白いって言ってるじゃん。で、俺の帯なんてもう、どこにも残ってない。<laughs> っていうのと、あとその映像系の実写の映画の監督の花房監督って、ずっと一緒にやってたんですよ。シックスっていうドラマを。で、その監督なんで、あの、掛け狂いとか、そういうなんかこう、 えー、ド派手なドラマを撮るのがすごい得意な人なんで、その映像にぴったりだなと思って楽しみだななんていうふうに思ってます。で、今週のニュースといえば、もう今日か、第99代首相に菅義偉さん、あ、菅あ、はい。で、7年半ぶりの総理の交代で、菅内閣が発足でしょえー、これさ、 さっきッカくりとこの話してて、俺おっさんだからわかるんだけど、結構知らない人にさ、防衛大臣の岸さん、安倍首相の実の弟って知ってた <laughs> 知らない、知らないでしょ俺は、俺はまあさ、サラリーマンだから知ってるけど、そこを知らない人たくさんいるんだよね。で、ちゃんとよく見て、顔そっくりだから。<laughs> 知らない人結構いるんだよね。っていうね、オールナイト日本唯一の会社員パーソナリティですから、 こういうことも話しますよ。<laughs> クリーピーナッツで出てこないでしょ <laughs> 出てこないでしょ会社員パーソナリティだから、あのね、できなきゃいけない話といかパか、会社員パーソナリティにしかできない話こういうのしていきたいなと思ってんのよ。やっぱり、そこが俺の存在証明だから。そうなってくるとやっぱり退職金の話 <laughs> 他のパーソナリティはさ、やっぱ、乃木坂とかもないじゃん退職金。卒業するからってないでしょ <laughs> マイヤーに退職金。<laughs> 俺はもうほら、テレビ東京卒業するとき退職金あるから。<laughs> 個人事業主の皆さんはね。そうなってくると、あとんだろうな乃木坂とかクリーピーナッツにできない話。企業年金企 <laughs> 業年金の運用の話 <laughs> うん。あと何あの、会社の憲法の話俺は日経憲法なんだけど <laughs>。 その話とかでも退職金の話とかって、あの、さっき白石さんないよねって言ったけど、ちょっとで考えると、白石さんクラスになるとありそうだなっていう <laughs>。いや勝手な想像なんだけど <laughs>。あの、センタークラスになると退職金があるんじゃねえかっていう <laughs>。メジャーリーガーはあるわけだからね。退職金も年金もあるわけだから。あと、そうだなあの、他の曜日の人たちに話せない話交通費の生産あ、交通費の生産するか。 するね。うん、働き方改革 <laughs> あ、プレミアムフライでないでしょうん、クールビズもないでしょうん、定時、定時の大金がないでしょ俺はあるからね。<laughs> あと、人事の話もないでしょうん、あ、乃木坂とかはあるか。その、選抜があるからね。うん、でもほら、三四郎とかクリーピーナッツみたいな、あんなフリーターみたいな奴らには <laughs>、ないでしょ、人事の話は。 あとは、なんだろうなサラリーマンの俺にしか話せない話。投資のプロをお招きして勉強する <laughs> 投資の話あー。でもね、これね、あるのよ。リモートの会議になったじゃん。リモートの会議になってると、そのパソコンでは会議をやってるように見せて、明らかにデイトレーディングしてる作家がいるのよ。<laughs> 最近、最近発覚して俺は気づいてんの。言うか言わないか悩んでんのよ。真昼間の会議の時に、お前、確,確実に隣のモニター見てるよなっていう。<laughs> で、なんでその作家が、まあ、二人ぐらいいるんだけど、デイトレーディングに絶対やってるなって作家が。で、その作家が、なんで、あの、デイトリーディングにやってるかって気づいたのは、まあ、ま、コロナ禍でさ、結構暴落とかするじゃん。 あからさまに暴落した日の集中力がゼロ。<laughs> 会議にならないっていう。<laughs> あるんだよなうん株やってる作家は本当マジで暴落した時の会議は本当に使い物にならない。<laughs> これ何の役にも立たない、<laughs> あの、リスナーの皆さんには。<laughs> うんあと何あの、マンション買った方がいいのか、賃貸なのかとかって話これね、いろんな番組で取り上げてますけど、 結論出ないですからね <laughs>、うん。もっともらしくて話してるけど、ほぼ結論出ないから。っていう話そういうサラリーマンだ、じゃなきゃいけない話を本当はしたいっていう気持ちもあるけど、でも結局、久保塚の話したいよね <laughs>。<laughs> <laughs> 久保塚の話。先週したかったんだけど、先週加藤さんが来てたからできなかったのよ。あの、お待たせするわけにもいかないからね。あと、まあまあまあ、あの、 明らかに緊張してたっていうのがあるから、でも今週話したい。ちょっとね、あの、情報遅くなって申し訳ないのよ。これもともと先週の話だから。あの、皆さん見ました久保塚さんの、久保塚さんのインスタライブで、エイトの香水にめちゃくちゃ悪態つくっていう、<laughs> インスタライブやってて、で、ワインのラッパ飲みしながら、まあ、久保塚さん、大体酔っ払いながら、インスタライブやってて、まあ、楽しいは楽しいのよ。で、それみんな微笑ましく見てんだけど、急によ。 ワインのラッパ飲みしながらニューストライブで。ええー、と自分の娘があんな男連れてきたら、俺がドルガバのスーツ着てガンジメですよ。<laughs> ドルガバのスーツ着てガンジメ。<laughs> いや、酔ってもかっこいいんだけど、でも何言ってたかわかんない。ドルガバのスーツ着てガンジメ。<laughs> 歌詞についてさ、みんな聞いた、あの、どっかにあるから見てほしいんだけど、歌詞についてさ、 あんなクソみていなリリック書きやがってっつって。俺はやっぱね、昭和時代だからいろいろ言いたいことあんのよっつって。うん。クソみていなリリックではねえと思うんだけど、あんなにヒットしてるし。もうベロンベロンで、とにかくむちゃむちゃ噛みついてて、自分の娘がって言うんだけど、俺エイトになんか娘取られたんじゃねえかなっていうぐらいのトークなのよ、もう。久保塚のインスタライブ史上一番破天荒で一番テンション上がってんのね。あの、 もともと、俺たちが久保塚さんのインスタライブ、気になったのは、腸活のインスタライブなの。それは、酔っ払いながら、腸活の話をずっとするっていうインスタライブで、覚えてるあの、一応再現するけど、酔っ払ってね、超にいいもの。昆布、ひじき、わかめ、納豆、バーンヨーグルト。昆布、ひじき、わかめ、納豆、バーンコン、ヨーグルトっていう <laughs>。もう2回目でリ,リック忘れちゃってんだけど <laughs>。 これ、久保塚フォーマットね。超葛久保塚フォーマット。<laughs> あのー、これが、俺たちは最高傑作だと思ったね <laughs> 久保塚インスタライブの。それがもうさ、今回の、あの、エイトの香水に対するビーフというか、もうディスリのインスタ、すごかったね。香水かけんのよね。で、かけて、止めて、リアクションして、また香水流すわけ。ワンパッケージね。これ、それで悪口言ってくのよ。 ちょっとこいつの連絡先分かる人ってインスタライブで聞き始めて。<laughs> 世界観がもうその <laughs>、すごいもうね、しっかりしたパッケージのネタですよ、これは。だから俺もさ、本当このパッケージで来年 M1 出ればいいのに、R1 ね、来年 R1 出ればいいのにかと思うし、なんだったら紅白乱入してほしいって気持ちがあるよね。<laughs> でも、あれか、でもあれか、窪塚さんのこのツッコミ自体は成立してないから、そうなると、オードリーシステムかな春日のツッコミじゃないですか。窪塚さんのツッコミに、だからあの、人を傷つけて、また泣かせても何も感じ取れなくスて、スタートで、窪塚が、じゃあ俺が殺そうかなっつったら、若林くんが、ちょっと何言ってるかわかんないですけど <laughs> パッケージでやっていく、A と窪塚、あの、冷静なツッコミっていう、トリオね。トリオで M1 いけんじゃないこれ。四千頭身以来のトリオの漫才で、純血狙うっていう。<laughs> これは、でもね、既存の曲とか歌うと権利関係とかあって、M1 だと DVD とかカットされちゃうんで、あの、そこだけ窪塚さんちょっと気をつけてもらって。<laughs> 最悪、うん、そうね。 あの、エイトさんに、その、新曲を書き下ろしてもらって、突っ込むような、見たいなぁ、ちょっとなぁ、FNS とかでコラボしてほしいなぁ。ちょっとこれからもやっぱ、久保塚さんの、あの、インスタやっぱ俺も、久保塚さんのインスタが始まると通知が来るようにしてるからね、唯一。<laughs> <laughs> だから楽しみだなっていうことで、今週も始めていきましょう。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしていきます。そうだね。よく考えたら、俺4000投市ってさっき漫才で言ったけど、五藤くんのツッコミでぴったりだね。だから、A と窪塚、4000投市の五藤くんで、<laughs> <laughs> やってくれれば。うん。で、やっぱり久保塚もさ、前半から畳みかけるじゃん。<laughs> 前半から畳みかけるなって、久保スに言ってほしいよね。ごとくに <laughs> <laughs>、えー。で、先週はスペシャルウィークということで、加藤浩二さんが来てくれました。<laughs> 俺、もしかしたらこのラジオやってて、まあ、伊集院さんが来た時もそうだったけど、あれって始まったばっかりだったから、一番、業界の人に言われたかもしれない。で、みんなね、面白かったらもちろん言ってくれるけど、<laughs> 加藤浩二はかっこいいなーって、おっさん、<laughs> おっさんがみんな言うっていう。ああ、確かにね。 その後のスッキリも全然関係なくやってたね。ああ、達人、まあ、鉄人だなと思ったけど。でも、加藤さん、なんか、あの、山本さんとの事件を、ちゃんとあそこで話せたから、もうずっと俺15年間さ、別に話されていないの、ね、あの思い出って俺と、加藤さんと、当時のディレクターと、作家の鈴木工務店さんしかし知らないから、あの、立てこもり事件ね。で、翌日、あの、工務店さんから、あの、 面白かったですと。作家のコ務ム店さんから、あのラジオ面白かったですと。で、あの話、笑い話に話せるようになって、よかったですねって、LINE が来て、俺ちょっと泣いちゃったからね。<laughs> <laughs> <laughs> なんかさ、ついに15年前のじ事件とか、もろもろあったことを、あの、笑い話で加藤さんと話せる日が来るなんてっていうので、それコ務ム店さん聞いててくれて、LINE くれて。っていうので、なんかやっと一個、あれに関しては一くだりついた気がするっていうのと、 まあ、あとだから、加藤さんの企画書、あの、一回うちの編成通してほしいなっていうふう、ふうので <laughs> 企画書書き続けますよっていうふうに思ってます。えー、今週はですね、メールを募集するんですけど、今日はですね、さっきの窪塚さんの話からですね、怒ってる話と。怒ってる話を送ってください。俺はね、あのー、昨日の、なんだけど、新橋で打ち朝終わった後、結構夜に会社に帰ろうと思ったの。 会社に帰ろうと思って、ワゴンタクシーみたいなのに止めて乗ったらお、おじいちゃんだったんだけど、わかりましたテレビ東京まで、六本木町のテレビ東京までわかりましたって言ったまま、扉全開のまま爆走し始めて。<笑>俺笑っちゃったんだけど、あまりにナチュラルに扉が全開のまま爆走して、あの、 まあまあのスピードでスタートしていくから、いやいやどうドアドアドアって思ったんだけど、これ面白いなと思って写真撮って <laughs>、写真撮ったんだけど、だから今ね、俺のインスタにね、すげえ失走感あふれる、あの、街の風景が上がってるけど、それはドア全開でタクシーで写真撮ったやつなんだけど <laughs>、で、もう、これなんかさ、急に怒って、掘り出されたらしちゃうよなと思って、こら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 ,こらって言っちゃった <laughs>。 ちょっと、ちょっと、こら、こらって言っちゃったもんね。おじいちゃんに。<laughs> そういう時ってなんか本気で怒んないね。っていう。ありました。っていうので。ぼし、あの、怒ってる話を、えー、募集したいと。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之の病のオールナイト日本ゼロをお送りしています。メールが来ております。えー、ラジオネームタイマイ僕らサラリーマンは昼休みに会社のパソコンでマインスイーパーができます。アイドルにはできないでしょう。<laughs> いやー、もうほんと。いや、これあれだろう、ほんと。あの、20年前のサラリーマンだろ マインスイーパーやってるおじさん <laughs> は。いやいや、今もうソシャゲ全盛のさ、時代に。まあな、マインスイーパーとソリティアでしょ <laughs>。あとピンボール <laughs>。ピンボール <laughs> あー。PC でピンボールやってるやつ超ょうだからな <laughs>。あ、いたからな <laughs>、えー。続きまして、えー、メール、えー、来てます。 え神奈川県ラジオネーム、オサフルスイング。エイトさんは、エビフライにタルタルソースたくさんつけたと言ったら、久保塚さんは、つけてんじゃねえよと言いますか <laughs> <laughs> ああ、言うかもしんねえなあー。タルタルも許してくんねえだろうな、久保塚は。<laughs> あと、タルタルソースはやっぱ腸にちょっと悪いと思うから、重いからね。<laughs> 言いそうだな。あー 続きまして、ラジオネーム、たたたのた。佐久間さん、この後5時から PS5 の映像発表イベントが行われるみたいです。PS5 の全貌が明らかになるかもしれません。あ、そうなんだ。この後すぐなんだ。昨日があれだって Apple だったよね。で、なんか、えっ、ー、とー、Apple Watch が、ついになんか、あのー、 ヘルスの機能がすごいちゃんとついたみたいので、なんか俺の知り合いたちはみんな欲しいって言ってたけど。で、今日は PS5 なんだ。あー、ってことは年内に出んのかなね。年内に。なんかゲーム映像みたいな、リアルエンジンみたいな、アンリアルエンジンだっけまあみたいなやつだけはすごい、なんか映像で出てたもんね。で、それがついに。で、ローンチのソフト何になるんだろうな PS5。リッチレーサー間に合うのかな <laughs> うん発表会だけではやっぱりリッチレーサー出してほしいよね。で、こう、ほんと実写みてえだなーって言いたい。で、あの、発売されるのは数年後に言ったけど。<laughs> グランツーリズムね。グランツーリズムだ。リッチレーサーじゃない。グランツーリズムだわ。グランツーリズムだは楽しみだなー。<laughs> えー、と思ってますね。あのー、おとといの話なんですけど、これもうほんとに。おとといの話なんですけど、 えー、普通に、えー、オードリーの若林くんと日テレで打ち合わせした後かな。で、あのー、テレ東まで歩って帰れるぐらいの距離なんだけど、少し歩ってたら、急に、台本を送るから、収録の台本を送るから、えっ、ー、と、確認してくださいって言われて、台本だとスマホで確認できないわけね。あの、ちょっとだったら確認できないでもやっぱカフェとかに入って、ちょっと PC 開いて確認したいなと思って、で、あのー、普通に、 えー、カフェ入って、で、台本チェックし始めたら、ちょっと意図と違う内容になってて、で、収録近かったから、あ、これ、どうしようかなと思ったんだけど、AD さんと連絡取って、じゃあこっちで作家さん直してもらえますかって言われたら、あ、それ間に合わないから、俺、直すわ、自分でって言って、直し始めたら、思いのほうが結構手こずって、あ、そうなるとこのボケっていうか、この企画自体直さなきゃな、とかっていう風に言ってたの。思って、じゃあ、集中して直そうと思って、 結構、集中してたら、いつの間にか、終わって送ったなと思ってパッて目を開けたら、真っ暗だったのね。で、気づいたら3時間経ってたの。で、あのさ、パッと30分くらいの終わる作業でのつもりだったから、いわゆるチェーン店のカフェで、ドトール的な店ね。で、入って、一番安いアイスコーヒー頼んで、で、そのまま作業してたの。やっぱさ、 チェーン店的な喫茶店でさ、3時間仕事するってさ、恥ずかしくないわ <laughs> <の> <laughs> かるこれ伝わる <laughs> あ,の <laughs>、うん、あの、ドトール的な店でいや、あの、アイスコーヒー200円ぐらいのアイスコーヒーで3時間作業するおじさんってやっぱ恥ずかしくない <laughs> の、一人で。これね、あの、やっぱ3時間やると、場合は単価のもうちょっと高い店か、ソファーの お店、ソファー系の店か、あの、もしくは、えー、アイスコーヒーのおかわりがさえ、せめて、店のためにも必要じゃないやっぱ。っていう、な、まあ、わかんないけど、俺思っちゃう。あの、あのー、1時間に1回はやっぱ飲み物を飲まないと、だって満喫より安いんだよっ、ね、て。<laughs> っていうのがあって、俺、そういう気持ちだったのね。でね、気づいたら、うわ、3時間経ってて、 しかも、まあまあ夜、もう8時過ぎぐらい夕方に入ったから、8時か9時手前ぐらいで、パッて見たら、お客さん俺一人だったの。で、あのー、店員さんも多分、片付け始めて。うわ、これもしかして、俺待ちになってて、俺集中したアイスコーヒー一杯で3時間作業してて、って思ってパッて見たら、ギャル風の店員さんと、あとはバイトリーダーっぽい、ちょっと、 えー、0代、あの、半ばぐらいの、えー、真面目そうな店員さんの二人がいたのね。で、その店員さんが、俺が振り返ったら、俺をバッチリ見てたのよ。そうなるとさ、もう、やっぱ、ふつふつと湧いてきちゃうじゃん。多分悪口言われてんだろうなってん <laughs> <laughs> 罪人ですから。<laughs> あの、あいつコーヒー一杯で3時間だよ、っていうね。 俺の想像のバイトの会話ね。あいつコーヒー一杯3時間ですよ。しかもプレーンのアイスコーヒーの S ですよ。体でけえのによ。<laughs> 1.5倍払えや、みたいな。あとあいつなんでハンチング被ってんだよ、つって。鬼ヶトマホークに言われた時のハンチング、たまたま被ってて。<laughs> 体のでけえハンチングのやつがアイスコーヒー一杯で3時間粘りやがってよ。っいう会話が想像ね。 もう、あの、俺の頭に浮かんじゃったのよ。そしたらもうこれは、そそくさと出ていくしかないと思うじゃん。で、バタバタカバンに PC しまって、で、えー、カバンを右にかけて、で、左で、まあ、アイスコーヒーと、まあ、アイスコーヒーもあれですよ。あの、氷も全部溶けた。一番、わかるあの、アイスコーヒーの一番ダサい状態と言われている。<laughs> <laughs> あの、ほんのちょっとのコーヒーが、水で氷、溶けた氷で薄まってる。 今吸っても超まずいやつね。<laughs> の状態と、あとは、あの、ずっと長く置いとく、置いといたから、トレイも、あの、びっしょびしょの状態ね。わかるあの、そのトレイで持ちながら、あの、食器だな、食器下げんところまで行って、そそくそと出ていこうかなと思ったのよ。もうそのほら、そのトータルで俺今、罪人だからさ。<laughs> で、私、かん、ね、そのバイトさんたちから目を背けま、ながら、 その、持ってったの。で、持ってって、その食器棚のとこに持ってったら、あのー、まあ、多分、閉店間際で、多分、俺が作業してる間にバタバタしてたんだろうね。食器棚が全部食器で埋まってたのよ。いやトレイで。あるじゃん、たまに。置けないやってる。で、置、置けないやと思ったんだけど、これ、店員さんに言おうかなって一緒に思ったけど、何せやっぱ罪人だから、<laughs> 罪人だから、これは俺が、 ちょっとスペース開けて入れればいいじゃんと思って。ね。手取りステトリス的にね。だからちょっと隙間があったから、そのトレイをトレイで押して、ちょっと隙間作ろうかなと思って、ググってやったら、あ <laughs> ググってやったら、反対側にガシャーってなった上に、上にね、びっくりした俺がトレイを引いたら、アイスコーヒーが逆側にこぼれて、アイスコーヒーが俺の顔にビシャッっていう、その、あの、氷水が、あの、顔と、あの、胸にビシャーってなって。 で、うわーと思って、最悪だなーっていう、本当に最悪の状態ね。で、倒したのは俺。だから全部俺が悪いんだけど、でも心のどっかに、でも食器棚が埋まってたのも悪いじゃんっていう気持ちもあるじゃん。うん、店として。<laughs> <laughs> っていう気持ちもありながら、もうなんだろうなーと思って立ってたのよ。で、視線感じて、 パッて見たら、そのバイトリーダーっぽい女性が、あいつなんでずっと立ってんだろうなっていう顔で俺を見てたのね。で、俺が目あって、あーと思って、バイトリーダーの女性が、食器棚を見たら、あー申し訳ございませんって言って、あのー、食器棚をバタバタ片付け始めたの。で、スペース開け始めたの。で、俺は、うわうわうわと思ったんだけど、これは明らかに、食器棚埋まってんですけど、つって,言ってずっとそこに立ってるおじさん。<laughs> って思われたんじゃないかという。えあ、俺冷めたいんだけど、埋まってるよね。あ、俺と外で待ってますけど、ここで待ってますけど、気づいてないんですかって顔したおじさんっていう風に思ってるんじゃないかというリアクションなのよ。バイトリーダーが。申し訳ございませんっていう。モンスタークレーマーに対する謝り方なのよ。で、ね、もう罪をどんどん俺重ねてるわけ。罪人で。<laughs> で、申し訳ありません、すぐ片付けますって言って、いや違うんだよと、違うんですよと思ったんだけど、もうどう、どういう風に説明した方がいいかわかんないから、もう、ああ、すいませんって言いながら、その人が食器片付け、トレーをね、下げてんのを待ってたの。で、さらにしてん感じ者見たら、その一個先にいるギャルの店員、めちゃくちゃ睨んでんのよ、俺のこと。モンスタークレーマーがうちのバイトリーダーにクレームつけてんのはははは。<laughs> ずっと睨んでて、あのー、片付けてるミラノサンド投げてくんじゃねえかなって。<laughs> 顔で、<laughs> 下げてる。早く、もう俺はもう逃げたい気持ちもあるし、警察来る前にね <laughs>、うん。罪人だからやっぱ、警察来る前に逃げたいから。<laughs> で、もうギャルが熊みてえな男がトレー持って、バイトリーダーにみつけて、 あいつ3時間で200円しか払ってねえのに、食器の前で何あいつ肝いいんだけどみたいな、俺の想像ね <laughs>。で、そんなつもりだと思ったけど、あの、申し訳ございませんでした。<laughs> そしたら声が聞こえて、バイトリーダーの人が、1個下げればいいのに、トれ全部下げたのよ。うわーと思って、もう、どうぞーみたいな。<laughs> うわあごめんと思った。ごめんと思ったんだけど、俺にできることはもう食器をすぐ下げるだけだから、食器をすぐ下げたわけ。置いたわけね。トレイを置いて、で、えー、っと、紙ナプキンを探して、紙ナプキン取って、で、顔を拭いて、で、その間もちょっと視線感じてるから、拭いてゴミ捨てて、もう行こうと思ったんだけど、その食器棚のところに、スプレーが置いてあったの。まあ、どこにでもあるじゃん、今スプレーね。で、俺3時間、 ま、すぐ行こうとは思ったんだけど、3時間ずっと作業してたから、あの、せめて消毒ぐらいはね、アルコール消毒ぐらいはしてから行こうと思って、でも視線感じるから、もうカバンしょっとまま右手でそのアルコールスプレーガッて掴んで、で左手にシャシャってかけて行こうと思って、バーってやったら、俺の想像するアルコールのつ目、あの、透明なやつが出てくるんじゃなくて、シュワシュワの白い、 ブジュ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 ワーって出てきて、これ明らかに食器汚染剤なのよ。<laughs> 多分片付ける途中だったから、もう全部閉める途中だったから、その食器棚のところに、あの、食器汚染剤、あの、なのかわかんない。その、マジックリン的なやつね。で、それが俺の手にベタベタベタっつって、食器棚全体にビチョビチョビチョって広がって、で、その音がブジュブジューっと音がして、バイトリーダーがパッて振り返ったら、俺がさ、 その食器用洗剤を持ってさ、周りをベトベトに濡らして <laughs>、あの、立ってて、もうこれ威力業務妨害ですよ <laughs>。<laughs> いや、もう、ただのミスなのよ。ただのミスなんだけど、右にピストルのように <laughs>、あの、初級剤を持って、周りをベトベトに濡らしたおっさんが <laughs>、いて、で、もう、怖って顔してて、で <laughs>、怖って顔してるバイトリーダーがちょっとずつ近づいてきて、状況を確認して、 うわーって言ったんですよ。で、いや、違うんです本当に、これを間違えただけでっつって、で、紙ナプキンで全部吹こうとしたら、吹こうとした瞬間よそのままでって言われて、そのまま、こちらでありますからって言われて、もう、もう、あれだよね。ほんと、現場を保存してる時くださいと、警察呼びますんで、<laughs> <laughs> っていう。 勢いで、そのままでって言われて、あ、いや、わかりました、わかりましたって、ね。いや、俺、いや、大丈夫こちらでやりますんで。こちらでやりますんで。って言われて、<laughs> って言われて、すいません、と言って、そのまま出てったの。 もし、あの、ごちそうさまでしたってって。で、俺、俺、その時、ミスったなって今でも思ってんだけど、ごちそうさまでしたなと、あ、美味しかったですって言ったんだけど、チェーン店でアイスコーヒー200円しかとか飲んでないのに、美味しかったでさ、もう嫌味じゃんごちそうさまでしたっていうふうに言って、はみたいな顔されながら、その、出てったのよ。出てって。うわ、最悪だなと思って。最悪だし、あっちにも悪いことしたなと思って。 で、今、ベトベトのとこ吹いてくれてんだろうなって思いながら、うわーと思って、そしたら、あの、携帯が、あの、ピンポンピンポンってブルってなったんね。ああ、そうだそうだ、台本送ったからそれかなと思って、AD がと思って、で、ポケットに手入れて、携帯取り出そうとしたら、ベトベトの手だったからだろうね。携帯結構な距離で飛んでってさ、<laughs> ポーンって飛んでって、で、茂みにガサイいて、で、あの、その茂みから、 あの、手突っ込んで、まだアスファルトじゃなくてよかったよ。で、そこから手突っ込んで取り出して、で、取ったら、AD さんから台本を受け取りましたと。で、えー、なんですけど、美術と相談したら、こういうところが成立しないんで、えっ、ー、と、ここどうするか、それとも佐久間さん、やっぱご自分で直しますかって LINE が来てたのね。で、それ見て、ベトベトの手で見たまま。その LINE 見て、これすぐ返した方が AD は喜ぶだろうなと。まあでも、 もうどうでもいいか、戦闘行こうと思って。<laughs> で、そのまま、仕事をすべて投げ打って戦闘行って、<laughs> で、身も心も洗い流して、手も綺麗に洗い流して、で、その後、風呂上がりにビール飲んだ。<laughs> テレビ東京の佐久間です。では、メールを紹介していきましょう。えー、ラジオネーム、別れ際ちょっと無気になる。佐久間さん、酔っ払った久保塚さんは、居酒屋の下駄箱で、どこに靴を入れたのか分からなくなってしまったエイトに対して、 じゃあ、俺が殺してやるよ。と言いますか <laughs> 一番さ、一番助けてあげなきゃいけない人じゃん。あの、下駄箱でどこに靴を入れたがいけない人。一番かわいそうな人でしょ <laughs> あの木のやつをどこにやっても <laughs> 合わないっていう。か木のやつどこ木のやつがないんだけどって言って。<laughs> あの木のやつがない時の絶望感だね <laughs>。そして、久保塚が助けてくれるのかなと思ったら、何下駄箱見つかんない じゃあ、俺が殺してやる。<laughs> いや、もうちょっとその <laughs>、バ, <laughs> バトルロイヤルのたけしさんでも、届けさしに行く <laughs>。ああ、面白いなあ。えー、続きまして、えー、兵庫県ラジオネーム、方形の歩き君です。先ほど、今日 PS5 の新情報が出るとのことでしたが、任天堂からもそれに対抗するかのように、今日の夜11時から、新しいソフトの新情報が出るということです。ええー 今日はゲーマーとしてはかなり激アツな一日になりそうです。ああ、そっか楽しみだな !PS5 も絶対ローンチソフトがいくつか出るわけだしね。任天堂はでも、スイッチはまだ今のままでいくでしょってことはやっぱ、あのー、マリオクラスのソフトとか、なのかなこの間ゼルダ無双が発表されてたもんね。ゼルダ無双もなんか超面白そうじゃね だってゼルダの、ゼルダムソしかもあれなんでしょ ?100 年前のその過去編なんでしょらしいのよ。ってことはバッドエンド確定なわけよ。だって、あの、あの,あのゼルダから始まるわけだから、ってことは最終的にはバッドエンド確定なんだけど、だから俺絶対ゼルダムソのエンディング泣けると思うんだよね。それも楽しみだなと思うんだよね。えー、続きまして、えー、テーマメールですね。怒った時、メールが来てます。ラジオネ,ラジオネーム、テローチ。 私は冷蔵庫にマグネットを貼ると運気が下がるという話す人に怒っています。冷蔵庫にペタペタ貼るのってめっちゃ便利ですよね。その便利さを捨てる気が1ミリもない私にとって、何の根拠もなく運気が下がると言ってくるオカルトバカ野郎の意見は、ただただ気分が悪いだけなので、金輪際やめてほしいです。<laughs> 怒ってんな怒ってるなでも気持ちわかる。俺も基本占いオカルトそんなに信じないから、 ま、いいこと言われたら、そうですね、ぐらいなんだけど、あの、わざわざ言ってくるやついるじゃん。ね。あの、あっちは、あのー、俺の、な、不幸を避けるために言ってくれてんのかもしんないけど、いや、俺の住んでる場所が、方角が悪いは、もう言わなくてよくねと思わない <laughs> <laughs> あの、ね。あの、開けてないとか。あと、佐久間さんちの、あの、マンションの近くに、一軒マンションが建っちゃったから、 あの、気の流れが悪いって俺言われたことあんの <laughs> その、あの、風水とかに凝ってるディレクターに、佐久間さんちのマンションってあそこですよね。あそこに一個、マンション建っちゃったから、気の流れが悪くなってんですよって言われて。え、俺買い替えんの <laughs> 引っ越すの <laughs> みたいな。<laughs> あの、知らないからっていう <laughs>。 <laughs> でもね、あるらしいよ。なんかね、フジテレビのディレクターも昔言ってたんだけど、占い師がゼップダイバーシティ見て、あれが立っちゃったから富士の運気悪くなってんですよって言われたんだけど、いや、会社も動かせねえし、ゼップダイバーシティ壊せねえし、どうすりゃいいんだよって言われたんですよっていうふうに言ってた。え福岡県ラジオネーム、ルリーヨの海 僕が怒っていることは、住んでいるマンションの管理者が変わり、マンションの改修工事が行われて、エレベーターも変わったんですが、変わったエレ,バーエレベーターが間違えたボタンを押した時に、連打しても消えないタイプに変わってしまいました。うわわかる <laughs> 間違えて押しても、誰も降りなかった時の気まずさは尋常じゃないです。わあそうだね。ああわかるわかる。テレ東も、あの、消えづらくなったんだよね。2回押しても。 その時にタレントと一緒にいてさ、タレントを連れて行く時に間違えて押した時最悪ね、うん。あと、あの、他局に打ち合わせに行った時に、あの、 回を間違えて何回か間違えておっしゃって。どこにスタジオフローがあるのか分かんなくて、日テレなんだけど、日テレの最初の打ち合わせの時、仕様止めのどこにスタジオフローが、あれ10回とか10回なんのよ。だから分かんねえから。しかも、あの、タレントさんも、一般社員も乗ってくる中、俺が間違えた時の、何こいつ間違えてんのって空気 <laughs>。と申し訳ありませんっていう気持ち。他局に行った時すげえあるな。 テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間のブレのオールナイト日本ゼロをお送りしています。コブラ会はですね、今 YouTube プレミアでもともとやってたんだけど、シーズン3からネットフリックス最新になるみたいで、シーズン1、2がネットフリックスに移ってきたんだけど、34年前あった映画ベストキットの続編ドラマシリーズなんですよ。で、これが、その、倒された方のヒール役の30年後の方が、あのー、主役で、 で、主人公だったダニエルは大成功になってて、ヒールでこの作の主人公、ジョニーっての落ちぶれてるんだけど、その二人が、本人がそのまま30年後演じてて、これめちゃくちゃ面白いから。めちゃくちゃ面白くてアメリカで大ヒットしてて、なんか熱くて、しかもなんかただの続編になってなくて、なんか中年の危機とか親子関係とかいじめとか、そういうのが顔、現代的なやつも入ってる上に空手の熱さもあって、めちゃくちゃ最高なんで、え、ぜひ見てみてください。 えー、メール来ております、えー。ラジオネーム、サスライのシャモ、シシャモ。今夜のニンテンドの発表の予想としては、マリオとゼルダに匹敵するタイトルは、やはりメトロイドだと思います。メトロイドプライム4は、2017年の6月に開発を発表しましたが、2019年1月にゲームのクオリティ不足をえ、不足に開発を一からやり直しています。ええー、グランツーリズム以上に出てないので期待です。 こんなさ、ビッグタイトル、クオリティ不足で出ないようなことあんのシェンムーだけじゃないのそんなの。シェンムーだけじゃないの,なの, <laughs> ないの出ないのって。へえメトロイドプライム4、あー、メトロイドプライムーが出るって言ったらちょっと、それは興味はあるななるほどね。えー、ラジオネーム51。佐久間さん、PS5 や n i n t e n のソフトもいいですが、 日産が昨日16日に発表したフェアレディ Z の新型はもう確認済みですかなかなかかっこよく仕上がってますよ <laughs>。いや違うじゃんもう。ジャンルが違うじゃんって。まだゲームじゃん。<laughs> ゲームの領有の話じゃん。いやもうフェアレディ Z の新作俺だいたい車も持ってないからね <laughs>。いやまあ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 。あのー、ちょっと確認してみます。この後確認してみますし、多分かっこいいんでしょうねっていうのは思いますけど。うん <laughs> テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしています。気になってさ、CM 中に調べたよ、フェアレディ Z。確かにかっこいいんだけど、こすげえ CG みたいなツルツルの黄色い車なんだね。いや、俺はかっこいいと思うけど、車好きから見て俺は別に車のセンスがほぼないから、これどういう評価なのみんな。 あと、フェアリーィ Z 自体の、あの、価値がまだ分かってない、ちゃんと。これの新作が7年ぶりに出るっていうことが、どんなにこう、カーマニアたちにとってすごいことなのかっていうのが分かんないから、もし知ってたら教えてください。凄さを、えー。ラジオネーム、MM。フェアレディの新作もいいですけど、佐久間さん何か忘れてませんかそうです。アウディブランド初の電気自動車、イートロン、スポーツバッグ、55、クワトロが本日発売ですよ。<laughs> いやもう、もう無理よ。こう、うん。アウディっていう名前は知ってるし、アウディ乗ってる人も知ってる、あの、会社の先輩とかいるけど、アウディブランド初の電気事動者、イートロンスポーツバッグ55クワトロはもう分かんない <laughs> <laughs>、うん。スタバの頼みにくい食べ物みたいになってる <laughs> ああ。おぎやはぎに聞いとくよ、おぎやはぎに車のことは。 えー、続きましてメール来てます。ラジオネーム、圧倒的お疲れピーポー。先日、後輩の女の子とご飯に行った際、支払いは注文したものを各自でしたのですが、後日、あの時払ってくれる雰囲気出しといて払わなかったの。ちょっとドン引きしちゃいました。<laughs> と LINE が来て、その後ずっと既読する状態です。いや、そんな雰囲気知らねえし、ホグワーツ魔法学校に入学したら、どこに組み分けされたいか話してただけじゃん。 そもそも自分で飲み食いしたものだぞ告げ切れてる <laughs>。ああ。まあ、どんだけ後輩かにもよるし、その何、何ちょっとの後輩でさ、しかもそんな高いもんじゃなかったら別に、お前が払いやと思うよね、別にね。うん、自分で誘ったデート的なもんとか、それだったらまあわかるけど、うん。ドンぴ、あと、さ、あの、確かに、まあ、ちょっと、うんと思っても、 どん引きしたって本人に言う <laughs> こいつ。うん、こいつって言っちゃったけど俺、その女の子 <laughs>、うん。払ってくれる雰囲気出しといたっていうのって、もうお前の先読みじゃんと思うよね。ただ、うん、この圧倒的お疲れビッポ、めちゃくちゃ怒ってんなっていう。<laughs> メールの、あのね、あの、最後の方読んでないのよ。俺。 最後の方ね、もっと怒ってない <laughs> <laughs> うん。もう、さすがに最後の4行読んでないからね <laughs>。テレビ東京の佐久間です。えー、ではメールを紹介していきましょう。えー、ラジオネーム、ガグビー。二歩が禁止されてる理由ですが、飛車が動かなくなって対局が一気に面白くなくなるからってテレビの将棋解説で言ってました。ああ、そうなんだ。二歩ってことはあれだもんね、取った譜を送ってことだもんね。 それを、あの、風が、ある程度進んでるところに置くと、全部、止まっちゃうからってことまあ、正直、今分かっておりしてるけど、全然分かってない、まだ。<laughs> ごめんごめん。一瞬分かったふりで乗り切ろうとしたんだけど、将棋の知識が、そこまでじゃなくて、なんとなく分かる。横のやつが詰まるってことは分かるけど、うん。 まあ分かったわけでするのでやめと。<laughs> ちょっと、うん、危ね危ねえ,あぶねえ <laughs> えー。福島県ラジオネームあるある。佐久間さん、ゼルダ無双がバッドエンド確定なのではという推理ですが、無双シリーズでも本来の歴史とは異なるルートが発生したように、もしかしたらゼルダ本編のストーリーとは異なるストーリーになる可能性もあるそうです。ああ、なるほど。そうなんだ。まあでも、どっちにしても楽しみだけどね。 本当に恐ろしい話だけどさ、ゼルダって名前がつくものでつまんないものって一本もないんだよな。本当に。うん、まあ、俺がやってないだけかもしれないけど。うん、いや、まあ、だから楽しみだな、ゼルダもそうもな。うん、えー、テーマメール、えー、怒ったこエピソードですね。えー、神奈川県ラジオネーム、椎茸人間。僕は六本木一丁目駅に怒ってます。あら、テレビ東京もありますよ、六本木一丁目。 以前、六本木で友達と待ち合わせした時の話です。六本木まで行くためには乗り換えが必要だったのに対して、六本木一丁目駅でやれば一本だったので、歩けばいいやという考えで六本木一丁目駅を選択したのですが、六本木駅まで死ぬほど歩かされました。あんなに距離があるなら、六本木一丁目駅には六本木を名乗る資格はないと思います。まあ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 七八分十分くらい歩く かな六本木一丁目駅から六本木まではね。確かにそうね。その怒りはね、我々も持ってますよ、ちょっと <laughs>。あの、テレ東を説明するときに、六本木一丁目駅直結ですって言うと、まあ、例えばその、えー、一般の方が東京に出てきたときとかに、六本木駅で降りるんだよね、大抵。で、六本木一丁目まで地下で繋がってんでしょって言うんだけど、一個も繋がってないからね。<laughs> 雨にびしょ濡れになるからね。<laughs> なるんだよ。 なるんだよなうん、それはわかります。えー、続きまして、えー、兵庫県ラジオネーム、かっちゃんちゃん。僕が怒っていることは、買った株がなぜかすぐ下がり、売った途端株価が上がることです。株を売買するセンスがないのは百も承知ですが、ここまで露骨にセンスのなさが現れるのは、さすがにムカつきは、ははは。 いや、もうこれは、これはもうさ、もっと、確かにこれ自分でも書いてるけど、もうほんと100%あなたのセンスの問題だから、うーん、ね。うん。だから俺も株やってないからわかんないけど、そんなに、そこまで恨めるセンスの人っているのかなだから、損切りするセンスがないから、下がった時にずっと保持しててずるずるいく人はいるんですよ。そういう人は株に向いてないですよって、えっ、ー、と、株やってる作家とかが言うのよ。 だからそういう人は向いてないですっていう風に言うけど、もう買って下がって売って上がるんだったら、もうそれは、うん。あなたの PC を見て、あの、市場が動いてるから <laughs> 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 あるけどね。<laughs> まあそれ、だから他のギャンブルとかも、あ、あの、苦手だったりするのかな、そういう人って。うんってのは信じないけど、ギャンブルに強い人とかはやっぱ、とか見るとやっぱり、 あの、損切りできてる人ってイメージがあるけどね。あのー、まあ、俺はカジノとかも行ったことないけど、その、海外でカジノで買ってる人とかみんな。うん。その人たちの話を聞くとね。うん。えー、続きまして、えー、京都府ラジオネームサムライダー。 エレベーターのキャンセル方法ですが、各個体によって少し違いはあるのですが、三菱製と富士テック製、大津製、日立製は、キャンセルしたい回数ボタンをダブルクリックすればキャンセルできます。これは知ってる。そして東芝製は、キャンセルしたい回数ボタンを連続で2、3回クリックする。または、行き先回のすべてのボタンをクリックするとキャンセルできます。ええー、そうなのしかし、 パナソニック製のエレベーターはキャンセルできません。ええー、メーカーに聞いたので間違いないです。へえ。なんでパナソニックをキャンセルできないの <laughs> あるんじゃないの裏コマンドみたいな。だと、行き先回すべてのボタンクリックするとキャンセルできるってさ、本当にさ、東芝製じゃなかった場合、ただの迷惑 <laughs> の、本当最悪人間だよね。うん。 タワマンでさ、ブワーッと押して <laughs>、一個ずつ止まってくるのも地獄だよね。ああ、でもまあメーカーに聞いたところでは間違いないんだろうね。ああ、パナソニック製の場合はキャンセルできないんだ。へえ。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロそろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にはフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。えー、ここでお知らせです。来週はオールナイトニッポンとオールナイトニッポンゼロの全番組を芸人が担当する。 オールナイト日本お笑いラジオスターウィークでございます。ということで、えっ、ー、と、私、佐久間はお休みです。そしてですね、来週のこの時間を担当するのは、フワちゃんです。<laughs> <laughs> スターがね、忙しい、令和一の爆,爆売れのスターのフワちゃんがやるということで、それはそれで楽しみだなと思うんだが、去年のミュージック、あの、ミュージック、ミュージシャンのウィーク、えー、内首極門同好会で、お笑いでフワちゃん、 え、色もんなんじゃんこの枠。<laughs> え、この、この枠水曜にぶってベース色もんなの <laughs> まあ、そうか。よく考えたらサラリーマンがやってる俺も色もんだからね。ということで、異色枠なんだね、これね。<laughs> あでもフワちゃん楽しみだなふフワちゃん、さあこの間あちこち踊り出てくれて、今今週放送してんだけど、それも面白いのね。で、すげえクレバーだから喋れるんだけど、誰かとクロストークしてる時は見たことあるけど、一人喋りってね、 まあわかんねえな。でも、友達連れてくる可能性もあるからな。<laughs> 知らねえ友達。まあまあそれも楽しみだし、あと何より、まあ、東のクリームうん。あとマジラブも聞きてえし、来週はちょっとあれだな、本当に。だから俺逆に休みでよかったよ。聞けるから。<laughs> <laughs> たくさん聞けるから。ということで楽しみだなっていうふうに思いますね。そしてこの後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きください。えー、メール来てます、えー。大阪府ラジオネーム慎重なスピン。佐久間さん、エイトがエレベーターの回数ボタンが消えないという歌詞を出したら、久保塚さんはメーカーによって消え方違うよと教えてくれますか <laughs>、うん、優しい久保塚。<laughs> <laughs> <laughs> ああ、もしねえな。<laughs> そっか。ぜひ見てもし、あの、今日冒頭に話した、やっぱ A と久保塚4戦0 0投資に五ユニットどうなんだろうな。ネタパレでやってくんないかな。<laughs> <laughs> ネタパレでやってくんないかなあどっかで。最悪、ぼ塚のモノマネの人でもいいんだけど。<laughs> うん、ということで、えー、通常会もすげえ楽しかったです、ね。で、来週はお笑いラジオスターウィークで休みですけど、再来週またお会いしましょう。ということで、やろうども、港に別れを告げろ、いよそのテレビ東京の佐久間信行でした。